ラジナビルート五十八。 この番組は沖縄観光をお得に楽しむクーポンマガジンゆくるぽんの提供でお送りいたします皆さん改めましてこんにちは金城玲子です 毎週火曜日三時から四時までの一時間 FM 読谷のスタジオからラジオとインターネットでお届けいたしますナビゲーターは私金城玲子です地元の皆さんはもちろんのこと観光客の皆さんにもイベント情報など詳しくご紹介してまいりますいよいよスポーツキャンプシーズン突入しましたが皆さんね今朝も車で那覇からここ読谷に向かってきましたけれども本当 本当にですね週末から、えー、ここ、えー、高速道路、まあ、沖縄の方は有料道路ですよね、えー、こちらの高速道路の方うもかなり車が混雑しています、えー、そしてねまたね和ナンバーの車が多くて、えー、走行車線と追い越し車線、えー、気ままに走ってるお車も大変多いようですどうぞ皆さんね、えー、追い越し車線の方は 追いい越したらすぐ走行車線に戻ってくださいね、えー、皆さんねこういう観光で訪れている際、えー、気分もやっぱり紅葉してますので事故などには十分お気を付けください、えー、そしてドライバーの皆さんは、えー、前後左右、えーね、注意を図っていただきながら、えー観,光客にえー、観光客の方またね、えー、レンタカーで、えー、またお仕事で乗られている方様々いらっしゃると思うんですが通常の車よりもかなり、えー、和ナンバー多くなます。 なっていますのでえ皆さんどうぞ運転安全運転でお過ごしくださいえそしてまたねえキャンプ情報などもえ皆さんにご紹介をしてまいりますがえ FM 読みたんでも各パーソナリティ各番組がえプロ野球の皆さんの、ね、情報などをお届けしておりますえ沖縄県が出しておりますプロ野球沖縄キャンプこう、えー、ガイドブック2015というのもこちらの方も発行されていますのでねえいろんな場所でえきっとこちらの方は 受け取ることができるようになっていると思います。えご自由にお持ちくださいと書いてありますのでね、えどこの、えー、この。 キャンプ地まで何分ぐらいかけて行けばいいのかどこの道を通れば一番ねスムーズにいくことができるのかなどそういったものももちろんのこと各球団の情報などもね皆さんにわかりやすいように掲載されていますえそんな中ここですね読み探村も掲載されていますえ中日ドラゴンズ二軍キャンプがこちらのね読み探村の方いらっしゃってますけれどもね宿泊は阪神タイガースの皆さんがま宿泊されていますけれども ここ読谷たに来るだけで、えー、プロ野球の選手の皆さんに会うことができますそしてまたね今沖縄県にいらしてるプロ野球球団の皆さんに本当にいろんな場所でお会いすることもできると思いますので、えー、こういう出かける時にどんなものを持っていけばいいのかこういったものもね皆さんにご紹介していきたいと思います えー、それでは、ね、皆さん桜満開の情報も皆さんに、ね、お届けできていると思いますけれども新聞などでも掲載されてますね、えー、北部の方では桜祭りの方が開催されております、えー、そしてまた、ねえー、先週末、えー、ほぼ七八、まあ、分咲きということで、えー、地域によっては満開のところもあったようですがぐっと気温,、えー、気温が下がっている今日節分の日ということで、ね、皆さんは今日節分の日は 恵方、えー、巻ききっと夕食に召し上がっている方もいらっしゃるかもしれませんね、えー、私たち FM 読みたのスタッフも先ほど、はいえー、お昼過ぎに恵方巻きをいただきましたはい本当、えー、ね今年の方角は何何、えーえー、でした <laughs> さ,っきはさっき言ったのにね忘れてしまいましたけどもねななんえっ、ー、と <laughs> いでした、はいえー、ここで、ね、またすぐ忘れるところで、えー、なんですけれどもねえー、とねなん、えー、西南西西南西,、はい、西南西に向かって、えー、向いて黙って恵方巻きを。 丸かじりということでえ節分の日にちなんで豆まきを行ったりえ関西でねえやはりあのもうずっと伝統的にされていた恵方巻きを食べる行事こういったものが日本全体に今現在広がってまたねコンビニ、スーパーなどでのやはり販売促進ということもありまして今、全国でこの恵方巻きを食べる風習が根付いてきているようです。えそして この節分というものは季節を分けるという意味もあり立春立夏、えー、立秋立冬の前日を、えー、表したものだそうです立春の前日の、まあ、この節分は、えー、一番最後に、まあ、寒い日と言われています今日は皆さんいかがでしょうか、えー、朝方少しねお天気の方も雨だったんですけれども少しね今曇り空から、えー、晴れ間が 顔を出してきているようなそんな感じがいたしますえ今日の日中の最高気温は19度ということでやはりね沖縄の皆さんにとっては20度を切ると寒いんですよ皆さん知っていますか でもねきっとプロ野球キャンプに訪れている皆さんは、えー、各地域の、えー、こちらのね、えー、練習場こういったところでオリオンビールをやっぱり飲んだりする方も多いんじゃないでしょうか、えー、今日はねオープニングの曲として、えー、オリオン、えー、おじい自慢のオリオンビール、えー、こちらをね皆さんにお届けしたいと思います今日はね、えー、コッコさんが歌っている曲を皆さんにご紹介したいと思います、えー、それではお届けいたしましょうおじい自慢のオリオンビール はい、えー、お届けしました曲はおじい自慢のオリオンビールということでお届けいたしました皆さん、ね、やはり寒くても本土の皆さんは多分ねそんなに寒いんじゃないかなと思うんですけれどもね、えー、ここで皆さんにねオリオンビールを飲んでオープン戦ペアチケットを当てようということで、えー、皆さん、はい、えー、スーパーやお酒屋さんなどまたコンビニなどでもねオリオンビール商品を6貫、えー、詰め合わせなんと300名にプレゼント。えー これがなんとダブルチャンス商品ということで、まずですね、皆さん、2月の16日までの締め切りとなっていまして、オープン戦のペアチケットを当てようということで、まずですね、2月の21日の読売ジャイアンツ、広島東洋カープ戦、それから2月の22日、中日ドラゴンズ対阪神タイガース、2月の22日、東京ヤクルトスワローズ対ー北海道に日本ハム、ファイターズ戦。 2月の22日、読売ジャイアンツ東北楽天イーグルス戦、えー、これらのですねオープン戦ペアチケットが当たるということで、はいえー、期間中、皆さん、底の部分のマーク、このですね六巻パックを買って、その底の部分の、えー、ものを、ですね、えー、このオリオン350ミ、mm、リ ×6 って書いているものを、ですねこれを切って、そして、 送っていただくということでお問い合わせは098859-0892詳しくはオリオンビールのホームページまで皆さんぜひ応募してくださいまたですね店頭にある専用応募用紙を使って応募していただくとペア券が当たるかもしれませんこれはプロ野球の沖縄キャンプガイドの方に載っていますのでねぜひ 買ってどうせ飲むんだったら箱で買って応募してみてください1ケース買うんだったら、えー、4つは応募できますのでねぜひ応募してみてください、えー、各30組、えー募集えー、応募すると当たるかもしれないということでそしてダブルチャンス賞として外れた方の中からオリオンビールの詰め合わせセットこちらがプレゼントされるそうです。ね、私はこのオリオリンビールも好き っって言ったら好きかかどうか私あんまりおビールが苦手なんですけどもねオオリオンビールは割とと飲みやすすいい方かなと思いますでも私が好きなのはオリオンビールが出してるビアナッツというのが大好きなんでねこれは結構お土産に喜ばれる商品ではないでしょうか。 はい、ぜひ行ってみてくださいね、長野の方に工場がありますので、シーンなどもできるようになっています、キャンプの合間に行かれてみるのもいいかもしれませんね、はいえー、それではですねちょっとドライブ情報などを、えー、この後 CM 明けに皆さんにご,し、えー、ご紹介させていただいて、イベント情報、そして引き続き、えー、キャンプ情報などを交えながらお届けしたいと思います。ラジナビルート58、えー、このの後後時時まままででで間お届けしててすので最後まで聞いいくださいね 時刻は3時17分を回りました、えー、沖縄観光情報番組ラジナビールート58お届けしています、えー、ここからはね皆さんにまず快適なドライブを楽しんでいただくためのドライブの注意ポイントなどからご紹介いたします、えー、まず沖縄の道路事情は本土と少し異なりいくつか注意が必要となっています、えー、快適なドライブのためにも、えー、皆さんにどうぞコツを覚えていただきたいと思いますまず那覇市内は慢性的に渋滞します 夕方の58号線は特に注意帰りのフライトやレンタカーの返却などは余裕を持ってお願いいたしますそして Y ナンバーの車に注意沖縄市、宜野湾市を中心に基地関係の車両が頻繁に走行していますもしそれらの車を相手に事故を起こすと処理が複雑になるので、えー、どうぞ皆さん気をつけてくださいそしてバス専用レーンを通行してはいけません主要道路に設定されているバス専用レーンは 時間帯によって一般の車は通行不可朝夕だけの道も終日 NG の場合もあります取り締まりもかなり厳しいので気をつけてくださいえそしてねお天気この後、まあ、ずっとねえ今日は雨が降る予想ではなさそうですが、えー、スリップしやすい路面となっています沖縄のアスファルトには石灰岩が含まれていて本土の道路に比べて滑りやすいので気をつけましょう 雨の日は特に滑りやすく夜は路面が光を反射して中央線が見えるえ見えにくくなることがありますどうぞ皆さんお気を付けくださいそして2月2日から バスレーンが延長されるということで、くも地から伊佐,伊佐間というところが、バスレーンが延長されます。県や県警、沖縄総合事務局、バス会社ので作る、県公共交通活性化推進協議会は、国道58号線の朝夕のバスレーン区間を、2月2日、昨日から延長したというふうに発表しています。バスレーンの延長というのは、まずですね、宜野湾市伊佐。 えー、というところから那覇市のくも区間南向けが3カ所で約1.3キロの延長が、えー、決定しています。そして、えー、逆に 雲路交差点、これは那覇市の中心街になりますが、えー、同じく宜野湾市の伊佐北方向に北,北に向けて、えー、2箇所で約3.7キロの延長をさせています、えー、どうぞ、レンタカーの皆さんは通行する際に前の車、えー、よく見ててくださいねそして、えー、道路も見ててください、えー、バス専用と書いていた場合などは、えー、通行ができないようになっていますので、えー、皆さん、十分に気をつけてください。 え特に、ね、ラッシュの時間はもう本当に時間が読めないのがここ沖縄県えそして今ね重ねてキャンプシーズンということでレンタカーの皆さんが増えていますのでどうぞ最後まで快適なドライブをしていただくためにも皆さんお車安全運転にお気をつけください。そして えー、ここからは皆さんにプロ野球の沖縄キャンプ攻略ガイドブックということで、えー、情報をお届けしてまいりますが、えー、まずですね、えー、このバスののバ、えー、バスバスレーンの規制のお話はもちろんのこと今現在、沖縄県全体で、えー、渋滞しているところがどのようにあるかということで皆さんにちょっとご紹介します。えー、高速道路 えー、沖縄有料道路ですね、こちらの方は現在、えー、混雑しているようです。えー、ですが、まあ、渋滞の方は出ていません、えー。これはですね、とても便利なので、渋滞ナビというアプリがあるんですが、こちらをね検索していただくと、アプリダウンロードできますので、こちらの方で今現在、どこが混雑し、どこが渋滞しているかというのがすぐに分かりますので、えー、慣れない土地でね、 ななかなか迂回することもできないと思うんですけれども沖縄県はね車社会となっていますので、えー、迂回するときにどこから通ったらうまく抜けられるんだろうまたね空港に行きたいのに渋滞が読めなくて、えー、何時に到着するのかわからないそんなときは早めに、えー、飛行機の、ね、便を変更できるようであれば皆さんにぜひそのあたりもね、えー、加えてしていただければと思います。 はい、えー、そして、えー、今ねもう2月スタートとなっていますこの、えー、キャンプキャンプ情報ですけれどもここで皆さんにはプロ野球のキャンプ地のご案内などを皆さんにしていきたいと思います。 はい、えー、それではね、ここからはプロ野球地の案内を皆さんにご紹介してまいります。えまずね、空港に例えば今、着いた方、はい、えー、宿泊地は皆さん、どこになってますか例えばね、好きな、えー、プロ野球の皆さんが住んでいる近くに、もうすでに宿泊先、えー、見つけていらっしゃる方々は、多分ね、毎年、 同じじところに宿泊されていらっししゃゃるんじゃないでしょうか特にね、ここ読谷村などもそうですけれども、えー、茶壇町は1軍、えー、ここ読谷村は2軍キャンプの、ね、宿泊、練習先となっているんですが、やはりファンの皆さんもね、この時期に合わせて、例えばもう、前もって飛行機も、そして宿泊も、レンタカーもセットで撮っている方っていうのがほとんどではないでしょうか。 ね、皆さんがプロ野球のキャンプ地に移動する目安の時間なども、ね、え参考にしながらえ走っていただきたいと思います特に、ね、このプロ野球沖縄キャンプ攻略ガイドブック2015えこちらの12ページにはまずプロ野球キャンプ地の場所がどこにあるのかえそして重ねてプロ野球とサッカー え両方書いてありますえここ読谷村はね、えー、中日ドラゴンズ、そしてサガン鳥栖の皆さんがいらっしゃってるわけですが、ね、こういう、えー、サッカーとプロ野球の選手が同時に見れるって、なかなかないんじゃないでしょうか。はいまずね本当に今回、えー、この 表紙、えー、約まあ、表紙じゃなくて六ページに書いてあるんですけれどもね、えー、沖縄は春のキャンプには最適な環境と、えー、おっしゃっておりますけれどもやはり沖縄にいる私たちにとってはこの時期やっぱり寒いわけですよねでもやはり本土から沖縄に来るとまず雪が降らないそしてうんか手がかじかむって言ったら沖縄の皆さんに 届くのかわからないんですけども手がですねちょっと寒くなると硬直してきたりするんですよね寒くてねで雪が降るとまずプロ野球の選手の皆さんはサッカー選手もそうですけど練習ができませんよねそういう場合やっぱりこの沖縄っていうのは、まあ、10度以下になることっていうのはほとんどありませんのでやはりね 体,をまあ、体の緊張も、ね、うまくほぐしながら、えー、快適な練習ができるというのがここ、沖縄県が選ばれる場所になっているのではないでしょうか、はいえー、それではここで、えー、日本プロ野球の一軍の選手、えーね、どこに来ているのか皆さんにまずご紹介していきます。 オフは2月の5日、10日、16日、20日、25日となっています。阪神タイガース一軍ギノザソンの野球場こちらは2月1日から26日までオフが2月の6日、12日、17日、21日 そして広島東洋カープ一軍の皆さん、小田新勤スタジアム沖縄市野球場、こちらは2月の18日から3月2日まで、3月にまたがるようですね、オフは2月の17日、23日、そして中日ドラゴンズの一軍、茶壇公園野球場、2月の1日から26日、オフが2月の5日、9日、16、23日。 横浜 DeNA ベスターズ1軍は宜野湾市立野球場え昨日うは、ねえー、歓迎会が宜野湾市とも行われてましたねすごいたくさん盛大に盛り上がっておりましたけれどもね、えー、毎年盛大なパーティーのような歓迎会が行われるようですえそして続けて東京ヤクルトスワローズ1軍浦添市民球場2月1日から26日まで そして読売ジャイアンツ1軍沖縄センラースタジアム那覇私の家の近くすごい近くなんですけれどもねいかんいなかなか行く機会がないですね2月16日から2月26日までそして、えー、オフが2月の17日23日、えー、そして東北楽天ゴールデンイーグルス1軍久米島野球場、えー、2月1日から2月12日オフが2月5日10日を予定しているそうです そして最後千葉ロッテマリーンズ1軍、2軍が石垣市中央運動公園野球場そう石垣市の方に行かれてるんですね東北楽天は久米島ということで離島もいいかもしれませんね、きっと離島に今行ってる方もたくさんいらっしゃるんじゃないでしょうか。 はい、そして、えー、プロ野球2軍選手、北海道日本、えー、ファイターズ2軍選手、国神9条、2月の1日から2月27日、オフが、えー、5日10日、16日23日、中日ドラゴンズ2軍、読谷平和の森9条、1日から26日、オフが5日9日、16日23日、横浜 d n a ベイスターズ、えー、こちらは嘉手納町野球場、えー、1日から24日。 東北楽天ゴールデンイーグルス二軍中里野球場。一日から十九日、五日、九日、十三日がオフとなっています。オリックス・バッファローズ二軍選手、宮古島市民球場。一日から十九日、オフは未定です。そして、そして、皆さん、韓国のプロ野球選手も来ているのをご存知でしょうか。三ッ星ライオンズ韓国。えー、女赤間ボール、ボールパーク。四日から三月四日まで。 キアタイガースっていうんでしょうかね、えー、韓国、金町の、えー、ベースボールスタジアム、えー、1月の16日からすでにキャンプインされてます。2月の17、12日まで、えー、22日から3月5日までとなっています。その次、えー、LG ツインズ、S えー、韓国、うるま市の石川野球場、SKY バーンズ、うるま市串川野球場、イファイイーグルス、えー、八重瀬町、そしてネクセンヒーローズ、 沖縄本島各地となっています、えー、以上の皆さんが沖縄に入ってきてるということで皆さんねぜひこの2月はキャンプインしている皆さんをぜひ見に行ってみてくださいそれではプロ野球キャンプ情報ガイドブックからご紹介いたしましたそれでは一旦お知らせです 時刻は3時31分を回りました、えー、シェスタって言おうとして、<laughs> 沖縄観光情報番組ラジナビ58お届けしていますえ先ほどはねプロ野球選手のキャンプ地案内を皆さんにご紹介いたしましたはい、えー、そしてねちょっとお届けできなかったことがあるので一つえプロ野球キャンプに 見に行ここううということいでせっかくプロ野球を見に行くなら何々しておけばよかったという思いはしたくないしっかりとした準備で最後までキャンプ見学を楽しもうということで皆さんに、ね、事前情報チェックということで。 まず、えー、スポキャン沖縄のウェブサイトで練習日や、えー、当日発表される練習スケジュールも確認するということがまず第一に必要だそうですそして持ち物チェック写真を撮ったりサインをもらったりするチャンスが多いのもキャンプの魅力すぐに取り出せるよう準備しておくと選手が立ち止まってくれる可能性がアップ 服装チェックキャンプシーズンの沖縄は日中と朝晩また天候によって気温差がとても大きい時期晴れた日は日焼け対策をそして曇り雨の日は防寒対策を忘れずにということですそして知っておきたい観戦マナーがありますまず一生懸命応援してくださいそして写真も撮ってください 練習の邪魔にならないように気をつければ選手の写真撮影をしても大丈夫ただし、えー、フラッシュがパチ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 ってね、パパラッチのようにしてはだめですよということで書いてますよ。やはりね、練習の邪魔をしないというのがとっても大事だと思いますそしてぜひサインをもらいましょう選手の練習スケジュールが合、えー、えばサインをもらうこともできますよ。 整理券を配布してのサイン会が開かれることもあるということで皆さん要チェックということですえそして、えー、してはいけないこと気をつけましょうということで日焼け対策として日傘を使用すると後ろの人が見えなくなるので注意しましょうねそして飲食店などで選手を見かけてもここ一番重要かもしれませんせ、えー、飲食店などでねキャーキャーキャーっていう方いますよね特に本土に行く方があるような沖縄の皆さんは意外とね あ来てたのみたいな感じで意外と器が大きいですからね、沖縄の皆さん芸能人が沖縄に来る機会が多いから会う機会が多いからなんでしょうかね、無断で撮影してはいけません選手のプライベートに配慮しお願いしたい場合は許可を得てから撮影しましょうということでそして練習中の選手に話しかけると集中力を乱,乱します。 怪我の元になります。どうぞ練習の時には声援で応援する気持ちを、えーね、皆さん持って、ちゃんと、ね、応援の仕方もあるということですね。選手たちのやっぱりモチベーションを上げるということが大事だそうですね。えー、そしてまあ今日皆さん2月8日ですが、なんとここで皆さんにね、まあ、今キャンプで皆さんが何日までいらっしゃるかわからないんですが、 2月の9日なんとですねあるものの誕生日なんだそうです沖縄といえば冬でもね、えー、多分本土の皆さんからしたら暑いと思うんですけどブルーシールアイスクリーム皆さん大好きですよね私も大好きなんですよシングルなのにものすごいダブルぐらいの大きさがあるのがブルーシールアイスクリームなんと2月9日はブルーシールの67歳の誕生日なんだそうです前日の8日日曜日にイベントを開催します 2月8日の日曜日に実施されるのがまずシングルアイスソフトクリームが200円シングル1個の売り上げ200円のうち50円を寄付するそうですそして2番目これは牧港本店の,本店の限定企画ブルーシールアイスつかみ取り100円へえブルーシールのつかみ取りってカップですかね そうですよねだってシングルをスクープで救ったものをつかみ取りするわけにはいかないですもんねきっとそうでしょうね100円全額を寄付するそうです牧港本店のテラス側で午後2時から夕方6時までお一人様1回限りアイスの持ち帰りビニール袋を用意していますドライアイスは別途有料そうですよね掴みすぎて食べれなくて溶けてなくなるよりはまあ、ドライアイスを別途、ねえーまあ、何十円とかですから買って ねえどこか海辺で三振でも聞きながら食べたらいいんじゃないですか、ねええー、今回のこの実施店舗は限られています沖縄県内直営の7店舗となっています牧港本店私この牧港本店が大好きですけどねシングルもダブルも量が多い気がしますおすすめでしょ <laughs> それから茶炭店豊崎店豊崎店はね読、えー、みと、えー、<laughs> んじゃないトミトミトン トミトンでしたっけもうなんか自然最近行ってないので忘れましたね豊崎のトミトンヨミトンはヨミタンソンのキャラクター,うーん、えー、豊崎店デポアイランド店パレット雲モ店、えー、メガドンキホーテギノワン店ハッピータウン店となっています皆さんね直営店七店舗ですので他の店舗に二、えー、月の八日の日曜日に行っても、えー、なかなかこのイベントを開催されてませんのでぜひ 前日日日の日に行ってくださいそして、いっぱい食べてみてくださいね。そして、なんとその日以外にこのプロ野球沖縄キャンプ攻略ガイドブック2014の10ページにクーポン掲示で10%オフということで書いてます、ブルーシール。これはね、えー、いろんな店舗で各 店舗で使えるということですのでぜひ皆さん行ってみてくださいねはいもうこれを聞くだけで観光客気分になってきましたけどねはいそれでは後ろで流れている一番桜を、えー、聞きながら皆さんにね桜情報をお届けしていきましょう、えー、ちょうど週末 ね、イベント行われてました亡き人のグスク桜祭り元部八重岳桜祭り行かれましたでしょうか皆さん、ね、そしてまた桜とは違ってひまわり畑が今度、ね、北中グスクの方でもうすでに咲いています沖縄は咲いてるものが季節問わずみたいなものでちょっとこれもびっくりなんですよなぜかというとひまわりが咲いていたりコスモスが咲いていたり なんか不思議だなぁと思うんですけどね、えー、そして桜も咲いているということでそしてね本土の皆さんは桜のシーズンって言ったら4月ですよねだいたい4月が、ね、主なんですが例えば沖縄は桜見るときに皆さんどうされてます車を駐車場に停めてちょっと歩いてもなんだか寒いって思う、ねえー、気持ちありますよね。 沖縄は、えー、気温がだいたい平均すると1月の末ぐらいから16度になるそうなんですそして本土はだいたいこの桜花見をする時期っていうのは4月ぐらいなので気温がだいたい20度ぐらいは 20, 20度から23度ぐらいポカポカ陽気だったりするんですけどね。沖縄で 大体平均気温が16度とします。この中でえ本土のようにブルーシートを引いてオリオンビールを飲んで皆さん試してみたそうなんです。そうするとビールが全く進まないということで、えー、沖縄の皆さんまたね観光で訪れている皆さんはまあ、えー、車で 山を走りながら命がけで桜見物をするということでね面白い記事がフェイスブックなどで調査で、えー、アップされてましたね。面白い命がけの桜,、ま、桜見物っていうところがとってもこのキャッチコピーが面白かったんですけどねなかなかね、えー、皆さん車を止めて写真を撮るって言ってもねこう風がすごく吹いているのでゆっくり同じ場所に立ってみようかなって思うのはなかなか難しいかもしれませんけどね。ぜひそ、えー、そろそろ 北部の桜祭まつりから今度は、ね、南の方に降りてきていますのでぜひまた皆さんも、ねえー、いろいろといろんな場所で咲いている桜祭まつり見に行ってみてくださいねそして今週,の、えー、今,週かな今週の土曜日、家島ではハイ,バイ,ハイビスカス祭りが行われるそうです。すすごいですね 二月の八日から九日まで家島のハイビスカス園私たち前行ってきましたよハイビスカス祭りが行われるそうですえ重ねてそこではね家島の産業祭り障害学習祭りなども行われるそうです、ね、えだいたい二月の一番最初あたりにいろんなイベントなどが行われるそうでえ那覇のサクリ祭りは二、えー、月の十二日からですかね、えー、行われる予定となってますねまた今度はね 沖縄マラソンがあるでしょうそれから読谷のやちむ市も行われますよねさあそうそうそう今からちょっと皆さんにご紹介をしよ,うしようと思いますのでお待ちくださいね。そう、えー、今週日曜日曜 えー、商工会青年部より第1回中部広域産業祭りの開催があります、えー。県内初の第1回中部広域産業祭り、9つの市町村の商工会青年部が読谷村に集結します。地域自慢の物産を販売、2月8日日曜日朝10時から夜8時まで、j ファーマーズマーケットユンタイチこちらの本特設会場にて開催されます。じゃんけん大会など、ステージ、イベント、り田くさんとなっていますので、2月8日日曜日は、読谷村 のユンタ市場前特設会場に集合してくださいね。お待ちしています。はい。 はい、えー、それではね、ここからは私の好きな曲をちょっとかけましょうね。この曲がもうとてもね、最近、癖になっていて、えー、スタッフの比嘉雅也さんがですね、このゴーヤでゴーという曲で、読谷ラジオのジングルを作ってるんですよ。もうこれがあんまりにも面白くて、癖になってるんですけど、ぜひレンタカーの皆さんもお聴きくださいね、ゴーヤでゴー。えーそしてこれを ここからはゆくるぽんの情報などをご紹介していきます、えー、今日のフェイスブックそれから今日のブログ読みたんラジオのフェイスブックにもねアップしたんですけれどもなんと、えー、毎朝9時観光情報番組読みたんラジオがですねなんと FM よみたんの、えーまあ、記事としていろんな冊子に掲載されていますそしてなんと もちろんゆくるポンにも掲載されているんですが今日ですねゆくるポンのグッシーが新しい掲載誌を持ってきてくれましたじゃじゃーん旅クーポンバニラエアーの旅クーポンということで皆さんねこういったものになんと FM 読みたん、えー、今ローカルが面白いということで沖縄ドライブのともに沖縄西海岸ラジオステーション 地元のユンタクや音楽イベント情報が盛りだくさん24時間放送中 f m 7 8 6ヘルツということで読谷ラジオも掲載されていますすごいでしょう皆さんこれね、えー、台湾韓国ソウル、えー、そして、えー、国内のバニラエアに乗るとなんとこの旅クーポンが。 ももらえるわけですよそれに載ってるんですよ皆さんすごいですね中にはねたくさんクーポンも載っていますしまたねこれは日本語、えー、英語韓国語中国語などなど載っていますので、えー、本当に全世界の皆さんに見ていただいて通じる、えー、冊子となっていますお得なクーポンを使って楽しい旅を皆さん満喫してくださいねそして今回のゆくるぽん 1>, えー、1月の1日に発行されたんですが4月の10日まで有効となっています、えー、今回は冬のうちなスポーツアリンクリンあれこれという意味ですけどねこの中にはまた今ちょうど、ね、シーズンになっていると思います高速クルーザーで行くホエールウォッチングこういったものも載、ね、っています。 えー、このダイビングショップそういったものとかもね載っていますし今回が、まあ、冬のうちなスポーツアリンクリンということもありまして、えー、スポーツキャンプに行く時とかまたね、えー、ゴルフサイクリングこの冬なら,でならではのスポーツの楽しみ方冬のうちなスポーツカレンダーっていうのが掲載されていいいますこれも皆さんにね重ねてて最後のコーナーナでご紹介していきたいと思います。 ね、お届けしました「えー、ゴーヤでゴー」いかがでしたでしょうか、えー、CM までお聞きくださいね。 時刻は三時四十七分を回りました。ラジナビルート五十八 FM 読谷のスタジオから生放送でお届けしています。えさて沖縄にキャンプインされているねスポーツ選手の皆さんに一目会おうと沖縄に遊びにいらっしゃる観光客の皆さん、そして一緒にねご案内をもしかしてしている、えー、ご案内をしている地元の皆さん一緒になって楽しんでいらっしゃるんじゃないでしょうか。 そこで読谷村に遊びに来られた方とかね、読谷村にプロ野球選手、サッカー選手を見に来た皆さんに特典があります。え、いろんな番組で紹介されていますが、なんとオリジナルティッシュボックスを皆さんにプレゼントしています。すごいですよね。これね、なんと、えー、空港の方ではディスプレイとして、えー、お菓子御店さんの方に置かせていただいています。まず。 ヨヨミミトンヨミタンソンのキャラクターヨミトンこれが一番上の部分に、ね、掲載されてましてここの花の部分をめくるとティッシュが出てくるというシステムになっていますそして FM ヨミタンの毎朝9時365日放送しています観光情報番組ヨミタンラジオスポーツキャンプはヨミタンソンということで書いていますそしてサガントスそれから中日ドラゴンズのドアラ 掲載されていますそして、読谷村の観光マップということでね読谷村の位置読谷村の形は、えー、大鳥の形に似ているんですけどもね、ね一番橋の先端には、ザンパ岬がありますそしてウミガメが産卵すると言われます、えー、ホテル日光アリビラさんのこの海辺、ね、海が綺麗なこの読谷村、ぜひね、えー、ドライブしながら遊びにいらしていただきたいと思います。そしてに来ないと このティッシュボックスもらえないのでぜひねそして、えー、今現在平和の森球場で、えー、中日ドラゴンズ2軍キャンプの皆さん練習されていますこちらの方に、えー、足を運んでいただきますとこのティッシュボックスももちろんもらえますが、えー、昼の3時半ぐらいまでもしかしてもう,、えー、もう今日は終わってるかもしれませんけどね、えー、ちょっとね 中日ドラゴンズのグッズそれから観光協会の、ね、かわいいオリジナルノートなども販売していますのでぜひそちらの方もご覧になってくださいえそして今回、えー、出ていますゆくるぽんこちらの方は、えー、冬のうちなスポーツカレンダーということで3月までの、えー、スポーツイベントが掲載されていますえこの週末行われる予定はですねバスケットボールえそれから琉球キングス対浜松 東三河フェニックス、それから2月の7日、トレイルランニング、2月の7日から8日がスラックライン、豊崎スラックラインクラブの皆さん、チュ,、えー、チュ,ラ,スチュラサンビーチの方で、豊崎の方ですね、行われる予定です。2月の8日はハンドボール えー、2月の8日はサイクリングということでね、2月はたくさんイベントがあるようです。そして、どんな装いでこの冬の時期に皆さんと一緒にね、遊んだらいいのか、えー、こういうね、おすすめなスポーツウェアなども掲載されています、えー。観光客の皆さん、ぜひね、このゆくるポン、ね、手に取っていただいて、ぜひいろんなものをね、お得に楽しんでいただきたいと思います。そ、えー、それれれぞののいしもから文化 そして伝統、食、器すべてのものが1冊にぎゅっと詰まっている「ゆくるポン」こちらを、ね、1ページずつめくっていただきますと皆さんに、ね、本当に沖縄の素晴らしさをお届けできるのではないでしょうかえ世界遺産にえ掲載されているえすべてのものも今回この中にぎゅっと詰まっています。 そして、ね、私は食いろんな、ね、ものを皆さんにぜひ召し上がっていただきたいなと思うんですけれども、えー、ぜひね観光客の皆さんに足を運んでいただきたいのが道の駅はもちろんなんですが小ささな商店に足を運んでください。地元の方がなぜそこに足を運ばれるのかそういったものも含めて皆さんに、ね、ぜひ、えー、知っていただけたらなと思います。 それではではすね、えー、皆さんに、お届けしてい,きましょういよいよねもうあとエンディングになりますね早いですけれどもはい、えー、皆さんにねいつも私が、えー、ラジナビルート58でエンディングでお届けしているのが「千なた辰巳でつながる空78.6」お届けしています。えー、きっとね 本土の皆さん、またね、世界各国からプロ野球キャンプ、それからサッカースポーツキャンプに足を運ばれている皆さん、たくさんいらっしゃると思うんですが、その皆さんが快適にドライブをしていただけるためにもいろんな情報をお届けしてまいりたいと思います。ままたたたたね、先ほどどご紹介しまししように、に、ちょっっとした小さなな商店だったり、スーパーパ ちょっと足を覗いてみてみください足を覗いてっておかしいでですね足を運んでみてください。その地元でしか買えないようなもの、今日はねなんと私、えー、日上ゆきマネージャーと一緒に小さな、えー、お店がと思ったら中に入ったら広くてびっくりしたんですけどもね、読谷村の池,池城ストアというところに、えー、足を運んでみました、昨日はユンタ市場に行ってね、一つ一つ商品を見てみると、絶対本土の人がびっくりするようなものがたくさんあります。 ね、サータンだけ一つにしてもいろんな味があったりえまたねえ豚がものすごい量で販売していたり多分本土の皆さんはね豚の三枚肉などは皮付きのものってねほとんど見たことないと思うんですけど沖縄はねすべて皮付きで販売されています。足足の先豚 <laughs> かと思ったらちまぐっていうねえー、っとね腕。 先じゃない部分 <laughs> 手首のところ、うん、ここの部分がおいしいよって教えてもらったんですけどね、えー、そしてね、えー、現在、まあ、ちょっと商品が足りなくなっていて、えー、一旦休止になっているそら豆味噌もねゆみたんにはあるということでまたねスポンサーでもあります沖沖縄総合ハム、えー、沖ハムム 沖キのねいろんな商品もユンタ市場などに売っていました、ね、また本土の皆さんが柚子とかカボスとかの、ね、皆さん使われるように沖縄はやはりシークワサなんですよねこのシークワサを使った加工品などもありますまた今北部の方に行くとねタンカンおいしいタンカンというものがね、えー、みかんのようなみかんと、えー、ネーブルうーこういったものを掛け合わせて作った、えー、タンカン 販売してますまたユンタ市場に行くとね、えー、加熱してあるや、えー、紅芋こういったものも買って帰ることができますのでぜひ皆さん、えー、せっかくね観光に訪れたのであればちょっと気になるお店があったら立ち寄っていただきたいと思いますね皆さん本当に1時間あっという間だったんですけれどもぜひねまた皆さんに えー、来週もこの時間この場所でまたね沖縄間キャンプ情報なども含めて皆さんにご紹介してまいりたいと思います1時間お届けしてまいりましたラジナビルート58いかがでしたでしょうか来週もこの場所で皆さんにお耳にかかりますこの番組は沖縄観光をお得に楽しむクーポンマガジンゆクーポンの提供でお送りしましたそれでは皆さん来週までさようなら キャンプ楽しんでください。そして桜も見てくださいね。さよなら。